アロハ、ハワイ島のヨーコです。今月も日曜日のマクーマーケットに行ってきました。バホアの町で用事を済ませ、ケアウ方面に向かっています。バホアから行くとマクーマーケットは右側にあります。入場料2ドルです。前のトラックは入るのをやめたみたいです。このマーケットはとても人気でいつも混んでいます。久しぶりに晴れたので私たちも行ってきました。朝晩は最近18度ぐらいと冷えますが、昼間は25度前後でタンクトップでも平気な感じです。ラウハラの帽子やフェザーのハットバンドが売られています。アロマオイル、現金払いのお店も多いのでドルを現金で持っていくといいと思います。フレッシュココナッツウォーター、コアウッドかな、木のイヤリング可愛いです。ガラスのアクセサリー、1月も柑橘系のフルーツが多いですね。珍しい野菜ヒカマが売られています。なんか臭いと思ったらドリアン売ってました。わらびも売ってます。スターフルーツ、ランブータンは黄色のあるんですね。違うお店でランブータンを1パウンド3ドルで買いました。バナナも1房1ドルから1ドル50セントで安かったです。クレープ美味しそう。買ったものはテントの下のテーブルで食べることができます。いろいろ美味しそうなものがありますので、ぜひお試しください。少ししたら雨がパラパラ降ってきたので帰りました。ハワイ島はお天気が変わりやすいので、上に羽織るものや雨がっぱや傘があるといいと思います。地元の人は傘はあんまり使わないですけどね。パッタイヌードルとスプリングロール美味しかったです。1月のハワイ島マクーマーケットはこんな感じでした。皆さん今日も良い一日を。